仏教に縁のある数字について教えてください。仏教っていうのはこういったいくつか仏教のですね、教えをここに書いておきました。三宝、仏法、そうです、仏教における三つの宝、三つの拠り所となるべきもの、ね、まずは仏。これは日常用語では死んだ人とか仏像のことを言いますが、インド本来の仏教でのブッダっていうのは生きてる人で悟った人のことです。ブッダですね。だから大抵ゴータマ、シッダッタ、仏教開祖のことをブッダと言います。でこの法、これはダルマとサンスクリットを言いますが、これはブッダの教えのことで、例えば先ほど言ったリタの実践、これはブッダの基本的な教えで、仏教では慈悲とか、ここにあるシム良心と言います。シム良心というのは聞き慣れない言葉だと。しかしその4つの無量の心ですね、4つの無量の、すごい計り知れないほど大きな心なんですが、それは慈悲喜捨ということで、慈悲となると、まあ、皆さんもよくご存知だと思います。喜捨に関しては後から説明します。まあそんな感じで仏教を見ていただくと、3とか4、これ結構多いですね。三宝ですね。それから3つの心の毒というのを、根本煩悩の3つは、むさぼりと怒りとその土台になる無知、ね。まあ3つって結構あります。で、さらに多いと思われるのがこの4つですね。ここでは四方院というブッダの教えです。諸行無常、諸法無我、一切皆空、涅槃着生ですね。シム良心も4つだし、四方院も4つだし、そうすると何はともあれ、ブッダが最初に説いた教えで、最も有名な仏教の教えにして、中核の思想は、死体というんですね。4つの真理というんで、死体と言います。そういう4というのは結構多いです。で、今、死体と言いましたが、死体はですね、死体八正道と言われて、4つの真理と8つの正しい道という教えで、これがブッダの最初の教えです。4とか8とかが仏教に縁のある数字ってことはできて、そのために4月8日、これを日本仏教ではブッダの誕生日にして花祭りと言っています。死体八正道から4月8日にしました。実際いつブッダが生まれたのかっていうのは、12月25日に生まれたとされるイエス・キリストと違って、史実としては確認されていません。だからブッダの誕生日としては5月の第二なんとかかんとかとかいうのを、その南伝仏教の国では祝いますが、日本では死体八正道から4月8日、これブッダの誕生日としています。4と8と来るとその倍数で12が出てくるんですが、死体八正道12縁起という教えも有名で、8に加えて12っていうのもブッダに縁のある数字のようです。よって日本仏教では12月8日、これをブッダの誕生日ではなくて、ブッダの浄土した悟った日と定めています。史実とは関係ありません。まあそんなところがですね、仏教とそれからまあ数字の縁かなと思いますが、皆さんが神社とか仏閣に行った時、その縁日ってありますね。縁日って縁のある日って意味ですね。で、縁日がですね、何日になってるか、18日になってる場合、それは阿弥陀様、これを祀っているお寺の可能性があります。皆さん18っていうのは18番ってことで、その人の得意技のことを言いますが、実はこれは阿弥陀如来の教えから来ています。阿弥陀如来の経典の中で、阿弥陀様がいろんな誓願をしたと、その主上サイドのその誓願の18番目がですね、南無阿弥陀仏を唱えれば極楽浄土に導くっていう、あの有名な教えだった。日本では南無阿弥陀仏と唱えて、で極楽浄土に行くって教えが鎌倉新仏教としてすごく広まりましたが、その教えはですね、その阿弥陀如来のたくさんの誓願の中の18番目だったんですね。だから日本語の中で18番というのを得意技という意味で、あとは阿弥陀くじみたいなのありますが、まあ阿弥陀信仰は非常に日本に広がったので、18番とか阿弥陀くじとか阿弥陀如来の信仰と全然関係ないところの日常用語になっていますが、まあそんなところが縁日などで出てくる仏教とその数字の因縁ですね。あと仏様の中で観音菩薩、これは33という数字と縁があります。33観音ですね。観音様は33の姿形を持ち、その王様から乞食まで、そして人間だけじゃなく他の生き物に現れると。よってそこから出てきた観音菩薩の教えは、すべての人に会うときに、もしかすると観音菩薩かもしれないと考えて、
全ての人に謙虚に尊敬の念を持って対応するようにっていう教えがあります。阿弥陀観音系の教えっていうのは他に対する平等な尊重の心、これをかなり、まあ強調する教えですね。あとはお釈迦様はですね、確かに4と8と12というところもありますが、その7にも縁があって、お釈迦様の教えをまとめ上げても7か37道本と言います。釈迦牟尼のその直接の教えは7つの大きな修行の中、修行にまとめることができて、細かく言うと37の項目があります。これを7か37道本というんですね。だからそういった意味では7っていう数字にも縁があります。まあ、7っていうとね、何はともあれ聖書ですね。まあ要するに6日間働いて7日目は神様お休みになったと。だから安息日であると。で、安息日には仕事をしちゃいけないと。7日っていうのは要するに日曜日であるっていう、その7ですね。あとはノアの洪水が始まって17日、終わって27日みたいな形で、7っていうのはですね、仏教だけじゃなく聖書も含めた、まあラッキーセブンと言われますが、かなりこう広くこう聖なる数字とされている部分があると思います。そして7を超えた8はですね、8が横倒しにすると無限ですね。だからこれがね、完成って意味があるっていうふうな感じのことをよく言いますね。7を幸運の数字として、8が完成の領域だと。まあ、そういったことなんですが、7っていうと日本では17条憲法っていう形で日本精神の支柱、これ和をもって尊しとなす。この和という言葉は今回の令和という元号に入りました。この17っていうのは実は聖徳太子ゆかりの数字ですが、この17っていうのがその観音菩薩と縁があるとも考えられます。聖徳太子は観音菩薩の化身です。そして観音菩薩の本体ですね、これが阿弥陀如来で、阿弥陀如来は18番ということで、17、18、ここら辺が観音阿弥陀の数字と考えることもできるということです。まあこんな形で仏教の因縁の数字ですね、そして縁日とかいう概念は限りなく広がっていくわけですが、まあそれぞれそのぐらいにしておきたいかなと。